皆様、こんばんは。本日はお忙しい中、京浜急行電鉄株式会社の個人投資家向け説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。司会を務めます、総務部文書株式課、株式担当でございます。本日は、執行役員、グループ統括部長、総務部担当である青野から、皆様にご説明させていただきます。 本日の説明会では、最初の約30分間は会社説明をさせていただき、その後、皆様からお寄せいただいたご質問にお答えさせていただきます。説明会全体の時間は約1時間を予定しております。それでは、青野さん、お願いします。本日は、 京急電鉄の会社説明会をご視聴いただき、誠にありがとうございます。私は京急電鉄で執行役員を務めております、青野と申します。本日は皆様の投資先として当社の株式をお選びいただく一助となりますよう、京急グループの事業や成長戦略についてご説明いたします。 本日ご説明させていただく内容ですが、最初に、KQ グループの事業概要、続いて、2023年度決算及び2024年度業績予想と、成長戦略、最後に、当社株主の状況及び株主還元についてご説明いたします。 本日は、京急線沿線外の方にも多くご視聴いただいておりますので、京急グループの事業概要からご説明いたします。まず、京急グループのこれまでの歩みと事業エリアについて、3分間の動画にてご紹介いたします。ご覧くださいませ。 関東初の電気鉄道会社として始まった京急電鉄120年を超える長い歴史の中で常に時代とともに成長を遂げてきました始まりは川崎大市の参拝路線です高度経済成長期には日本の重工業を支え1960年代には海水浴路線として名を馳せました。 また大規模な住宅地や生活利便施設の開発を進め豊かな暮らしを創造してまいりました近年ではグローバル化によりインバウンド需要が高まると羽田空港へのアクセスが脚光を浴びるようになりました京急グループは時代に寄り添いながら常に未来を見据え沿線価値の向上に努め 人々の暮らししを支えてままいりました世界最大級のメガシティ東京の玄関口品川羽田空港風光明媚なリゾート地三浦半島対極的なロケーションを結ぶ私たちの事業フィールドには都市生活者のニーズを満たす コントラストが際立っています。都市とリゾート。特に品川は今後開業が予定されている。リニア中央新幹線の起点として。今後の発展が最も期待されているエリアです。ビジネスとプライベート。特に。当社が直接乗り入れしている羽田空港は。 今後もさらなる旅客数の増加が見込まれていますグローバルとローカル東京・神奈川を南北に伸びる京急沿線はグローバルな価値観と日本らしい情緒が融合したエリアです海外からのビジネスパーソンはもとより国内やインバウンドツーリストのニーズも満たせる 日本でも危うなエリアを事業基盤とするのが K 級グループですお客様に選ばれる企業グループへこれは時代が変わろうとも揺るがない K 級グループの基本方針です2019年には次の100年その先を見据えて京急グループの本拠地を沿線の中心に位置する みなとみらい21地区へ移し今後さらなる成長が期待される品川羽田横浜この3エリアを結ぶ成長トライアングルゾーンを中心とした京急沿線の発展活性化を長期ビジョンに掲げ私たちは暮らしに寄り添う複合的な事業を展開挑戦し続けこれからも時代とともに まちづくりを進化させてまいりますそれでは各事業の内容について簡単にご説明いたしますまず交通事業では主に鉄道、バス、タクシー事業を営んでおります鉄道事業では東京の品川から南に進み川崎、横浜を経由して 三浦半島に至る本線と羽田空港までを結ぶ空港線など合計87キロの路線を有しておりますバス事業では東京都南東部、横浜、鎌倉三浦半島エリアでの路線バスを運行しておりますまた、首都圏近郊各地からの空港リムジンバスを運行するなど地域に不可欠な 航空アクセスの役割を担っております不動産事業では不動産賃貸業と不動産販売業を営んでおります不動産賃貸業では賃貸オフィスや賃貸マンションのほか近年の働き方の多様化に合わせた会員制コワーキングスペースなど幅広く展開しております また、不動産販売業では、プライムのブランド名で、分譲マンションの販売などを行っております。長期的には国内の人口減少の影響は避けられないものの、今後も首都圏での住宅購入の需要は一定程度維持されると予想しておりますので、安定した住宅供給を継続しております。 レジャーサービス事業では羽田空港へのアクセス利便性を生かしたビジネスホテル KQ EX ホテル KQ EX インを全15巻展開しております。直近では先月ビジネスのみならずレジャー利用にも対応できるホテルとして KQ EX ホテルみなとみらい横浜を開業いたしました。また。 外国人旅行客や若年層向けのホステルとしてプラットホステル K 級を運営しておりまして鎌倉や札幌などこちらは全7館展開しておりますこのほか宿泊施設だけでなく三浦半島の葉山にはマリーナ千葉県にはゴルフ場東京都大田区ではアミューズメント施設などを 運営しております流通事業ではさまざまな業態ブランドを展開しており沿線の幅広いニーズを捉える運営体制としております具体的には横浜市南部の中核都市上大岡にある京急百貨店のほかスーパーマーケットとして京急ストアと皇室スーパーの元町ユニオン その他フランチャイズとして、セブンイレブンや業務スーパーなども展開しております。事業概要は以上でございます。ここからは、2023年度決算及び2024年度業績予想についてご説明いたします。2023年度は、コロナの語類化より、 行動制限が解除されたことから鉄道、バス、ホテルなどを中心に回復傾向が続きました営業収益は2806億円で対前年276億円の増収営業利益は280億円で172億円の増益 経常利益益は億億円で億円で、の増益となりました。これに品川駅西口地区における当社土地持ち分をトヨタ自動車様に一部譲渡したことに伴う特別利益を計上したことなどにより当期純利益は837億円で679億円の増益となりました。 それでは、セグメントのうち、本業であります鉄道事業についてご説明いたします。輸送人員の合計は、大前年で7.1%の増加。旅客運輸収入の合計は 13.、13.4%の増収と、回復傾向で推移しました。なお、羽田空港にございます、 2駅の輸送人員はコロナの5類化以,以降はインバウンドのお客様の利用が一層増えたことにより大前年で26.5%の増加と大幅に伸長しております次に2024年度の業績予想についてご説明いたします営業収益は3054億円で 前年億円の増収、営業利益は300億円で19億円の増益、経常利益は278億円で6億円の減益、当期準利益は168億円で669億円の減益と予想しております。 当期準利益の減益予想は先ほどご説明したとおり前期の土地譲渡における特別利益計上に伴う反動減によるものです今期の営業利益予想は300億円となっておりますが予想値の構成要因について前年実績との比較でご説明しますまず継続的要因として 鉄道バス運賃の改定効果45億円を見込む一方で、バス事業の費用増により7億円マイナスを見込んでおります。また、今期限りの一時的要因として、不動産の粗利益減によって20億円のマイナスを見込んでおります。 ここからは、成長戦略についいてご説明いたします。当社グループはグループ理念及びサステナビリティ基本方針に基づく新しい総合経営計画を本年5月に策定いたしました新しい総合経営計画では2040年度に目指すべき将来像として 長期ビジョンを移動と街創造2つのプラットフォームが織り成す相互価値競争のスパイラルアップにより持続的に発展する沿線を実現すると定めましたこの長期ビジョンを実現するための長期経営方針として事業経営活動の基礎となる サステナビリティ推進方針、経営計画期間中の事業方針の中核をなす、沿線価値競争戦略、それを推進する土台となる、経営基盤順転項目の3つを掲げております。また、当社グループの強みを生かして、特に重点的に取り組む事業を明確にするため、 重点事業展開を設定しております現在は2040年度に向けたグループの中長期的な成長に軸足を置き2024年度から2026年度までの3年間を中期経営計画の期間としつつ長期にわたり一貫して沿線価値 企業価値の向上につながる取り組みを推進しております。まず、沿線価値競争戦略についてご説明いたします。左側、赤い部分は、あらゆる交通手段の最適化を行い、街の価値向上と沿線範囲を拡大する移動プラットフォームを 右側、青い部分は拠点整備や生活支援を行い移動のきっかけや人の流れを創出する街創造プラットフォームを表現しておりこの2つのプラットフォームによる取り組みを進めております。両プラットフォームによる相互価値競争のスパイラルアップによって新しい価値を創造することで 地域と京急グループの持続的な発展の実現を目指しております続いて重点事業展開についてご説明いたします経営計画期間中に当社グループの強みを生かして重点的に取り組む事業を重点事業展開としており品川羽田横浜の 成長トライアングルゾーンと各エリアとの相互連携により沿線の発展活性化を図ってまいります続いて各エリアにおける個別の事業についてご説明いたします本スライドは品川エリア全体の開発計画をまとめた地図でございますこのうち 当社が中心となって開発を進めているエリアは、スライド中央、品川駅の目の前である高輪三丁目地区開発、品川駅自体である駅外区地区開発のほか、スライド右の連続立体交差事業、スライド左の仙学寺駅改良事業と仙学寺駅地区 第2種市街地再開発事業でございますこのように当社の開発計画は品川駅周辺の中心部を担っており単なる施設の整備にとどまらず日本の成長を牽引する品川駅周辺エリアの発展をリードしていきたいと考えておりますまず 品川駅の西側にに位置すす。る高輪三丁目地区開発計画についいてご説明いたします本エリアでは本年3月に事業化を決定するとともにトヨタ自動車様に当社土地持ち分の一部を譲渡しより強固なパートナーシップのもと共同開発事業を推進することとなりました。 本施設は、年度の開業を予定しております。複合施設の構成は、トヨタ自動車様をはじめとしたオフィスのほか、全世界から幅広い客層を取り入れるホテル、暮らす人や来会社でにぎわう商業施設、幅広いイベントに対応した多目的ホールなどを予定しております。 続いて、駅外区地区では、駅改良工事のほか、駅上空を利用した大規模な開発を予定しております。本年4月に都市計画決定をしまして、2036年度までに順次、竣工する予定でございます。JR、東日本様が事業主体となる北外区に対し、 当社は南外区の事業主体となっておりまして南外区だけでも合計延べ床面積21万平方メートル2棟からなる複合施設の建設を進めてまいります本スライドは駅外区地区開発の断面イメージでございます国際競争力強化に資するオフィス機能 街のにぎわいと回遊性を生み出す商業施設などを整備する方針でございます品川エリアにおける開発のご説明は以上でございます次に羽田エリアでの取り組みについてご説明いたしますコロナ禍においては空港の利用者数が著しく落ち込みましたが 現在は国内線、国際線ともに大幅に回復しております。特に国際線は、本年3月に羽田空港開港以来の最高旅客数を記録するなど、活況を見せております。また、中長期的にも、国際線の発着枠数の拡大や周辺エリアの開発などにより、 さらなる利用者収の増加が期待できますこの状況を受け、当社はさらなる空港アクセスの強化を図るべく終着駅である羽田空港第1第2ターミナル駅の先に車両の方向転換や入れ替えを行うことができる引き上げ線の整備を進めております。品川駅付近の 連続立体交差化と品川駅のホームとの線路の2面4線化を合わせることで1時間あたり片道3本の列車蒸発が可能となるため羽田アクセスイコール京急の確固たる地位を確立してまいります次に川崎横浜エリアでの取り組みについてご説明いたします 持続的で豊かな郊外生活圏におけるまちづくりの推進をテーマとして特色のある開発を進めております川崎では京急川崎駅隣接地において DNA 様と共同で複合エンターテインメント施設となる新アリーナの建設を予定しております最大収容人数は 1>, 1万5千人を想定しておりプロバスケットボールチーム川崎ブレイブサンダースのホームアリーナとなる予定でございますまた横浜エリアでは JR の館内駅前横浜スタジアムに直結の大規模プロジェクトとして横浜市旧視聴者街区活用事業に参画しております 次世代の横浜を象徴するエンターテインメントイノベーションの拠点として2025年に竣工を予定しております次に、当社線の南に位置する三浦半島での取り組みについてご説明いたします三浦半島の南端に位置します城ヶ島地区ではヒューリック様と共同で 美しい自然に囲まれたラグジュアリーホテルの開業を予定しておりますまた三浦半島の西に位置します油壺地区では将来的な滞在拠点の一体開発に向け大手デベロッパーと共同で施設計画を検討しておりますまた行政・企業・大学・地元をつなげる コミュニケーションハブとしてエリアマネジメント組織であるニューカルファミリーの拡大による連携強化や古民家を活用した分散型宿の開業など地域事業創出を通じた滞在拠点の整備を推進しております。これらの取り組みにより三浦半島全体の目的型滞在が可能となる 観光ディスティネーション化を目指してまいります各エリアにおける個別の事業のご説明は以上でございます続いて沿線価値競争戦略等の推進を下支えする4つの経営基盤順転項目についてご説明いたしますまず1つ目の事業構造変革です 不動産事業では前回の中期経営計画期間中にはフェーズ1として従来の資産を持ち続けるスタイルから保有資産の売却再投資を行う回転型のスタイルへの変更を進めてまいりましたそして本年度からの新しい中期経営計画ではアセットマネジメント事業へ参入するなど 収益力強化を進め不動産事業のさらなる多角化グループへの波及に努めてまいります不動産事業については中長期的にポートフォリオを変化させることで営業利益に占める割合が交通事業に並ぶ第二の柱となることを目指しておりますまた、鉄道事業では スマートサポートシステムの導入による駅改札業務の省力化のさらなる拡大を進めておりますさらに将来的にはワンマン運転を導入するなど生産性向上と安全確保を両立させつつ人口減少等の社会環境の変化にも持続的に対応できる事業構造を目指しております 2つ目の顧客視点の徹底です。グループ全体で蓄積したデータの横断的な活用等を進め、お客様の多様なニーズに応じたサービス提供による顧客体験価値の向上を目指し、京急ブランドの醸成を図ってまいります。3つ目の人的資本経営の推進です。 価値創造、競争ができる人材を育成し、異なる個の創発を促すカルチャーの造成によって、企業価値の向上を目指してまいります。人的資本に関する指標、目標値も設定しており、その項目、数値はご覧のとおりです。これらの目標を設定していく過程で、 多様な人材が働きやすい環境が整えられていくものと考えております。最後に、4つ目の財務マネジメントの強化についてご説明いたします。品川駅周辺開発をはじめとする大規模成長投資を着実に推進するため、資本収益性を意識した事業別ロイックワック管理の導入、 適切なキャッシュフローアロケーションの構築等により、財務健全性の確保と資本収益性の向上の両立に努めます。中期経営計画の最終年度である2026年度は、営業利益は350億円、有利子負債 EBITDA 倍率は7倍台以下。 ROE は6%以上を目標としており長期的には ROE は8%以上の実現を目指してまいりますまた株主還元については本中期経営計画期間中は品川駅周辺開発をはじめとした投資フェーズにあたるため配当額を最低16円として 営業利益水準に応じてて増額すすることとしております将来的に高輪三丁目地区開発計画が完成し、利益貢献するフェーズになった際には、利益成長に応じて配当水準を引き上げてまいります。次に、当社グループのサステナビリティへの取り組みについてご説明いたします。 当社グループは、長期環境目標、KQ グループ2050年カーボンニュートラルを策定し、2050年度末における KQ グループ全体の温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すことを明確にするとともに、2030年度末に2019年度比で30%削減、 といいう中間目標を設定たたしましま具体的な取り組みとして、本年4月から鉄道全線において運行に使用する全電力を再生可能エネルギー由来の電力に置き換え実質 CO2 排出量ゼロとして運行しております。引き続き続グループの サステナビリティに関する取り組みを推進してまいります最後に、当社株主の状況及び株主還元についてご説明いたしますまず、当社株主の状況についてご説明いたします3月末日現在の株主数は5万4073名 そのうち97%以上が個人の株主様でございます。また、居住する地域別で見ると、関東地方が8割以上を占めております。その中でも、当社沿線周辺にお住まいの個人株主様は、約6割弱に上っており、このことからも、当社は個人投資家の皆様、 特に沿線周辺の皆様に支えられているということがお分かりいただけるかと思います続きまして、配当についてご説明いたします2024年度は、中間、来ますともに8円とし、年間16円を予定しております 財務マネジメントの強化の章でもご説明しました通り安定的な配当を継続しつつ利益水準に応じた増配に努めてまいります次に株主優待制度についてご説明いたします当社株式は100株から投資いただけます100株以上ご所有の株主様から 所有株式数に応じて電車バス全線切符をお送りしております100株以上200株未満の株主様には年1回200株以上の株主様には年2回電車バス全線切符をお送りしておりますまた2500株以上ご所有の株主様は切符または KQEX ホテル、KQEX インに無料でご宿泊いただけるホテル宿泊優待券のいずれかをご選択いただけますさらに1万5000株以上をお湯いただくと電車やバスが乗り放題の全線パス切符ホテル宿泊券からお選びいただけますこのほか 100株以上ご所有の株主様に、当社グループ施設でご利用いただける株主優待割引券を年2回お送りしております。写真は、優待を受けられる施設の一例で、当社グループのホテルやレジャー施設等でご利用いただけます。こちらのスライドは、 取得株式数に応じた投資額、年間配当額、および株主優待の内容を示しております。投資のご参考にしていただけますと幸いです。なお、投資額は7月3日水曜日の終わり値で算出しております。本日のご説明は以上でございます。 ご説明しました各種取り組みを引き続き着実に遂行していくことが、当社グループと地域社会の持続的発展につながるものと考えております。品川・羽田空港をはじめとした、今後の発展が見込まれる恵まれたエリアで事業を展開する当社グループは、安全・安心を最優先に事業を継続するとともに、 業績の回復に努めてまいります本日の説明会が当社についてご理解いただき皆様が投資をされる際の参考になれば幸いです以上で私からのご説明を終わりますご清聴ありがとうございましたそれでは これから質疑応答に入ります。ご質問は画面左下の質問タブから随時ご入力の上、送信をお願いします。事前にも多くのご質問をいただきました。ありがとうございます。なお、ご質問は時間の許す限りお受けいたしますが、お時間の関係でお受けできないこともございますこと、あらかじめご了承ください。 それでは質疑応答に移らせていただきますでは最初のご質問です株価が長らく下落傾向にありますがその原因と対策についてどのようにお考えでしょうかというご質問ですいかがでしょうかはい、えー、株価に関するご質問ありがとうございます 今日経平均が4万円を超えるなど株価全体が非常に高い中で残念ながら当社の株価は鉄道会社で比較しましても低い水準だというふうに認識をしておりますかねてから指摘されておりましたエクイティファイナンスのご心配これにつきましては3月に品川駅西口高輪開発の資金についてトヨタ様と NO の土地売却と負債の調達で賄うということを発表したことで ある程度は払拭できたのではないかと思っておりますけれども、品川の開発は3つの外区がありまして、期間も長くかかること、また品川以外も含めた今後の投資計画の規模が大きいということが、投資家の皆様のご懸念なんではないかと考えております。また、ROE についてもまだ低く、求められる水準に達していないことも株価が伸び悩んでいる要因と考えております。 今後、品川家康等の先行投資の期間中であっても、利益水準は着実に向上させていくということや、キャッシュフローの計画、株主様への還元、こういったことについて明確にお示しをしまして、市場からの評価が得られるよう努めてまいります。す。以上、よろしししくお願いいいたた。ままありがとうごございました次のご質問です。 長期的に ROE8% 以上という目標はレベルが低いのではないでしょうか。なぜ8%という目標を設定したのですか。というご質問です。いかがでしょうか。はただいま、えー、の2026年度までの中期経営計画期間につきましては、品川開発の投資負担が増加するフェーズでございまして、この期間中に ROE8% をを目指すと、 いうことは現実的には難しい状況でございますそこでまずは当社に期待されている最低ラインであろうという6%を2026年度の目標として設定いたしましたただ長期的には8%がゴールではなくそれ以上の推進を目指していくという意味を含めて8%以上としております品川駅西口高輪三丁目地区が開業して安定稼働させるほか 資本収益性を十分に考慮した成長投資を実施することで8%以上を実現していきたいと考えておりますまた今後長期的には目指すべき ROE の水準も変化していくことを予想されます社会の情勢や株主の皆様との対話から得られる情報をもとに ROE の目標の水準についても適宜見直しを図ってまいります以上よろしくお願いいたします ありがとうございました。次のご質問です。昨年10月の運賃改定で41キロ以上の区間の運賃を値下げしていましたが、これによって利用者数が増加するなどの効果は出ているのでしょうかというご質問です。いかがでしょうか。はい。昨年の運賃改定では、えー、遠距離ほど値上げ率を低くしたほか、 41キロ以上につきましては逆に値下げという設定をさせていただきましたこれは沿線の南側に位置する三浦半島の方々の観光ですとか移住こういったところで新しい需要を生み出して沿線を活性化させることを目的とした取り組みでございます運賃値下げの効果だと一概に断定まではできませんけれども実態としては41キロ以上の区間を利用するお客様は 値下げ前と比べて徐々に増えているという状態でございますまた遠距離区間の値下げと同時に承認運賃を全区間75円均一といたしましたこれは将来を担うお子様や子育ての世帯の負担を軽減して家族連れでのお出かけを楽しんでいただいてその先にはさらには沿線に住んでいただくということを目的としております 運賃改定によって値上げとなってしまった区間をご利用のお客様にはご迷惑をおかけしておりますけれども、今後も安全安心なサービスの提供をつ続けていくため、何卒ぞご理解いただければと思います。以上よろしししくお願いいたまますすありがとうごございました次のご質問です今後 2031年開業予定の羽田空港アクセス線に対してどのような戦略を検討されていますかというご質問ですいかがでしょうかはい、えー、羽田アクセス線とのことですけれども、えー、JR 東日本様が整備を計画されている路線のことを指していらっしゃるかと思います、えー、この路線は宇都宮ですとか新宿など様々なところと羽田空港を結ぶ路線とお聞きしております このアクセス線が整備された場合、京急線のお客様の数にも何らかの影響があると思いますが、まだアクセス線の具体的な運行形態等の情報がございませんので、影響の程度がどれぐらいになるかということにつきましては、現時点では分かりかねます。ただ当社といたしましては、2019年度に加算運賃を引き下げたことによって、価格面での競争力がございます。また 品川駅付近の連続立体化で品川駅のホームが増えるということと羽田空港駅にも引き上げ線を作りまして1時間あたり3本の列車蒸発を計画しておりますこのようなことを含めた利便性の向上サービスの向上に努めることで羽田アクセスイコール京急というイメージを確立してお客様の取り組みに努めてまいりたいと思います以上よろしくお願いいたします ありがとうごございました。次のご質問です。事業ポートフォリオの改造とは、具体的にどのような計画でしょうか。具体的な取り組みや計画、大まかなスケジュール感をご説明いただけますかというご質問です。いかか。がでしょうか、はいえー、不動産の事業ポートフォリオに関するご質問ですけれども、まあ、従来は、えー、不動産を持ち続けて、えー、それを長期にわたって賃料収入を得ていくと。 いうビジネスモデルでしたが今回の前回の中期経営計画から保有資産の組み替え等による不動産事業の強化ということをテーマにより資産価値が高い物件への組み替えというものを進めております現状はまだ推進途中ではありますけれどもこの資産回転型のビジネスモデルが板についてきたところでございましてスケジュール感につきましては高輪山頂目地区 が本格的に稼働する2030年頃には不動産事業として大きく利益貢献できるものと考えておりますさらに不動産事業の回転型ビジネスモデルへの対応として今月初めにアセットマネジメント会社を新たに設立しておりますこれらの取り組みによりまして不動産事業の強化に取り組んで交通事業に並ぶ第二の柱としていくよう変革を推進してまいります 以上、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。次のご質問です。三浦半島を軽井沢にという記事を拝見しました。現時点での三浦半島の計画では、高級ホテルを作ることがメインのように見受けられます。水族館なども閉館しましたが、高級ホテル以外にも多様な施設が揃っていることが重要ではないでしょうか。 今後の方針をお聞かせくださいというご質問ですいかがでしょうかはい、三浦半島につきましては都心から1時間とアクセスも良くて風光明媚な景色魅力的な食べ物いろんなものがありますが知名度には欠けているということでまだその魅力が伝わりきってないと考えておりますそこでもともと別荘地として高い評価を得ております三浦半島の西側エリアに 高級ホテルを誘致するということで、まずはイメージを高めていくという狙いがございます。カルイザーの魅力というのは、高級なイメージがありつつも、多様なお客様が楽しめる施設がある点だというふうに考えております。三浦半島においても高級ホテルを作って終わりということではなくて、多くのお客様が楽しめる魅力を持った拠点を作っていくことで、リゾートとしてのブランドを確立していきたいと考えております。 以上よろしくお願いいたしますありがとうございました次のご質問です沿線に住んでいるので京急のポイントアプリを利用しています楽天ポイントなど大手の共通サービスが主流になる中自社のポイントだけ,でのだけの会員数やデータで分析ができるのでしょうかというご質問ですいかがでしょうか はい、プレミアポイントをきっかけに沿線のカスク施設を利用していただくことでしたりデータの分析をしてより良い商品サービスを作ることを目的としてポイントサービスを行っております今年の春ポイントサービスをリニューアルする際に実は他社のポイントとの連携というのも検討いたしましたけれども 今回鉄道乗車ポイントというものを新しくスタートさせて会員様を増やしていこうということやグループ内でのデータこちらを利活用するという観点からまずは K 級ポイントとしてリニューアルを行おうということになりました今後は経営計画で掲げております通りポイントカードのデータだけではなくて鉄道ご利用のパスモの情報ですとかさまざまなデータを掛け合わせて分析して 多様なニーズに応じたサービスの提供、新しい事業の検討、そういったことに生かしていきたいと考えております。以上、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。次のご質問です。リニア中央新幹線の開業時期の遅れや、高輪ゲートウェイ周辺での遺跡の発見など、京急の開発計画に支障はないのでしょうか。 といいううご質問でです。いかがでしょうか。がしょはい、えー、JR 東海様のリニア中央新幹線につきましては、当社の開発事業ですとか、駅の改良工事とは別事業ということですので、当社のスケジュールへの直接的な影響はございません。ただ、リニアの開業後につきましては、品川から名古屋、将来的には大阪、往来がすごく便利になって活発になることが予想されますため、 大変歓迎しているところですまた文化財の発掘につきましては行政等のご指導をいただきながら丁寧に調査を行いましてまちづくりと文化財保護両立を図ってまいります。保存方法に関して、えー、応じまして施工計画建物計画などの変更が必要になった場合は事業計画の見直しや必要な関連手続きを進めてまいります。 以上よろしくお願いいたしますありがとうございました次のご質問です日本の人口が減っていく中インバウンドを取り込むのも重要ですが海外に事業を展開していくのも一つの手段だと思いますホテル事業で海外に進出していく考えはありますかというご質問ですいかがでしょうか はい、ホテルに関して現時点で海外進出の具体的な計画はございませんがコロナは減って環境も変わっておりまして為替ですとか金利の要素もあるため慎重に検討して判断していこうということでございますまたインバウンドのお話いただきましたので国内での展開についてもご紹介させていただきますが京急沿線から直通している都営浅草線エリアまた品川羽田空港からつながっている 国内の主要都市についても、出店を積極的に検討しております。えまた、先月オープンいたしました。京急 E. X. ホテルみなとみらい横浜は。大浴場や露天風呂をご用意するなど。ビジネスに限らず、レジャー利用も想定しておりますので。お近くにお越しの際は、ぜひご利用いただければと思います。以上、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 次のご質問です。人材不足がよくニュースになっていますが、将来的には鉄道の運転士なども足りなくなるのではないでしょうか。人材不足について現状と対策を教えてください。というご質問です。いかがでしょうか。はい、えー、鉄道の運転士不足につきましては、日頃から運転士要員の採用・育成に努めておりますので、現状ではおかげさまで要員不足はありません。 ただ、労働人口の減少によりまして、今後は運転士以外についても労働力の確保が厳しい状況になることが見込まれます。そういった環境の中で、輸送サービスの品質の維持、向上、効率化を両立させていくための一つの方法として、ワンマン運転の導入を検討しております。まず、今後3年間程度で導入に向けた検討を進めて、 その後、一部の路線で導入を目指したいと思っております。導入にあたりましては、もちろん、安全・安定輸送を第一に考えて、設備の運用・整備を行ってまいりたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。次のご質問です。不動産価格の高騰が続く中で、若い人たちが23区… 23区から郊外に出ざるを得なくなっています。また少子少子高齢化が進む中で都市生活を支える景気としての考え方戦略を伺いたいです。というご質問です。いかがでしょうか。はい、当社は経営計画で多極型まちづくりという方針を掲げております。これは従来までは都心一極集中とその反対側のベッドタウンとしての郊外といった。 都心と郊外の二極構造だったわけですけれどもそうではなくて沿線の中に暮らす働く遊ぶ学ぶための機能が揃っていてそれぞれがハブとなるような中核拠点こういった町を複数配置することで一極集中型ではない中核拠点を核とした多極型町づくりを目指すという方針です。 現在23区を中心に不動産価格高くなっておりますがこれを後期と捉えまして若い世代の方々にぜひ沿線各地の中客拠点またその周辺に定住していただけるようなまちづくりを進めていきたいと思いますす以上よろしししくお願いいいたたままありがとうごございました次のご質問です。 最近はどこに行ってもガラス張りの巨大なオフィスビルばかりで個人的にはつまらないです京急が開発に参加するからこその差別化は考えていますかというご質問ですいかがでしょうかはい冒頭の動画でもご紹介しました通り京急沿線はいろんな特色を持った街が存在しておりますそれぞれの特色を生かして伸ばしていくことを念頭に置いた事業推進を行っております 例えば品川ではこれからの日本の成長を牽引する国際恐竜古典品川というコンセプトで東京のそして日本の玄関口としてふさわしい開発を推進しています。また横浜の旧視聴者外区活用事業こちらでは旧行政塔という古い建物を残して新旧融合を特色に次世代の横浜を象徴するエンターテインメントイノベーションの拠点として 開発をしておりますこのように一言で開発事業と申しましてもエリアごとの特色を生かした開発ができますよう努めていますのでご期待いただければと思います以上よろしくお願いいたしますありがとうございました次のご質問です年間16円の配当だとまだコロナ前と同じ額に戻っただけかと思います いつ頃になれば大幅な増配を期待できるのでしょうかというご質問ですいかがでしょうかはい、えー、配当に関して今年度の配当予想額としてまあ年間16円と出させていただいておりますけれどもこれにつきましてはあくまでも最低ラインとして業績が多少変動してもベースとしてお支払いする配当額ということでお示しをさせていただいております先ほどのご説明と若干重なりますけれども 今年度から始まった中期経営計画期間は投資フェーズになりますので、まずは既存事業で着実に利益を伸ばして、その利益の伸びに合わせた配当の増額、これを検討してまいります。また、品川駅西口の複合ビル、開業後には大きな利益成長を見込んでおりますので、さらなる増配など株主の皆様への利益還元をどんどん強化してまいりたいと考えております。 以上よろしくお願いいたしますありがとうございますそろそろ終了予定の時間となりますので次のご質問を最終とさせていただきます日本企業へのサイバー攻撃のニュースが記憶に新しいインフラを担う企業として対策はきちんとしているのでしょうかというご質問ですいかがでしょうか はいえー、大変大切なことだと思っております、えー、現在 IT インフラの整備ですとか社員の教育を徹底してセキュリティレベルの向上に努めております、えー、鉄道の運行システムにつきましては外部の回線とは直接つながっていないのでインターネット経由でサイバー攻撃を受ける可能性は低いと考えておりますがそれでも万が一の事態に備えた訓練は日々実施しておりまして 警視庁主催のサイバーテロ訓練などに参加をしております今後もサイバー攻撃への対策を推進して安全安心なサービスの提供に努めたいと思っております以上よろしくお願いいたしますありがとうございましたたくさんのご質問を頂戴しておりますがそろそろ終了の時間となりますので以上で質疑応答を終了させていただきます 最後に視聴者の皆様にメッセージをお願いいたしますはい、えー、本日はお忙しい中最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました、えー、本日のごし、えー、ご説明が皆様方の京浜急行電突に関する関心に少しでもつながるとありがたいと思っております、えー、京急の沿線は品川羽田横浜三浦半島と非常にポテンシャルの高い エリアになっておりますこのポテンシャルを企業価値に取り込めるよう私ども努力してまいりますのでぜひとも今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします本日はありがとうございましたありがとうございました以上で京浜急行電鉄の会社説明会を終了いたします本日はご視聴いただきありがとうございました